今回は松屋に来ました。まだまだ暑い日が続く。残暑を乗り切るためにスタミナ満点の国産とろろと生卵をライスにぶっ込みました。国産とろろに醤油をかけます。かき混ぜます。かなり粘りがあります。ライスに卵ポケットを作ります。そこに卵を乗せます。そしてとろろをかけていきます。大和芋を含む山の芋、かの芋は各種芋の中で唯一生で食べられる芋だそうです。追い醤油をします。いただきます。うまい。大和芋の風味がインパクト。とろろと生卵が最高のコンビ。大和芋は夏の間で弱った胃の疲れを助け、疲労回復に効果があるとされています。まだまだ暑い夏にシンプルに食欲そそる390円ランチです。ごちそうさまでした。